ソルジャーズメダルはアメリカ陸軍の勲章。ソルジャーズメダルアーミーとの表記もあり、陸軍軍人章や軍人褒章と訳されることもある。先行章の一つであり、米軍及び友好国の軍人の敵との戦闘に関わりのない英雄的行為、功績に対して授与される。 1926年7月2日に制定された。アメリカ軍の勲章においての序列は、主君飛行十字章の会で、ブロンズスターメダルの上位に位置し、海軍のネイビーマリーンコープスメダル、空軍のエアマンズメダル及び沿岸警備隊のコーストガードメダルと同格である。陸軍の軍人がこれら同格の勲章を授与された場合は、ソルジャーズメダル、 ネイビーマリーンコープスメダル、エアマンズメダル、コーストガードメダルの順で着用する。一方、空軍軍人の場合は、エアマンズメダル、ソルジャーズメダル、ネイビーマリーンコープスメダル、コーストガードメダルの順となる。上田、ありがとうございます。